どうもこんにちは、タッカーです。 MLB The Show 19 Moments やっていきたいと思います。今回はこのストーリーラインズの中の、ベーブルースではなく、今回このルーキーハーパーっていうのをやっていきたいと思います。で、これの中にまたいろいろあるんですよね。はい。なので、いくつかあるんですが、一応ね、一番上からやっていきたいと思います。で、一番上はなんかね、どうやら、メジャーにねデビューする前のやつをここはやるっぽいんですよね。そうそうそう、こっち、まあチームのロゴ見てもらってもわかるんですけど、このね、4月の28日が、ブライス・ハーパー選手のメジャーの、ね、デビューなんですよ。ちなみに年号、年は、ね、2012年ですね。2012年の4月の28日に、メジャーリーグにデビュー をしたわけなんですけど、その前のあれだね、そのもう本当にメジャーに昇格する直前の試合、マイナーでの試合を3ゲームやると。でそこで、まあ、ここには書いてあるんですけど、まあ、ナショナルズにもう自分もうハーパー、まあ、お前がレディーだ、もういつでも MLB に上がれるぞっていうところを見せつけろということで、3ゲーム中でヒット5本、そのうちあれかな、3打点を上げて、かつホームラン1本打てということで、まあ、なかなかね達成しなきゃいけないことが多くはあるんですけど、まあどうだろうね、相手ピッチャーも、まあ、AAA のピッチャーなので、おそらくそんなに、どうかな、おそらくはそんなにこう難易度は高くないんじゃないかと思ってはいるんですけど、まあね、散々こうベーブ・ルースの時とかも、苦戦はしているので、まあ、どうなるかちょっとやっていければなと思います。さあ、でこれやって、今回はもう一つこの、ね、デビュー戦も、やりたいなと思ってんで、まあ、こっちはちょっとサクッとね、やりたいなと思います。じゃあ行きますか。Bryce Harper might have been one of the most talked about prospects in baseball history. He graduated high school in 2 years to accelerate his eligibility for the Major League Baseball draft. In his only year of college ball, he hit .443 and mashed 31 home runs in just 66 games. At the 2010 draft,Harper was an easy choice for the Nationals, who drafted him number one overall. After only 127 games in the minors, he was knocking on the door of Major League Baseball. It'll be Diamond Dynasty action this evening. さあ行きましょう。いやー、なんか若いハーパー選手がね出てましたね。Should be fun, and we'll have it for you right after this.あ、でもやっぱりどうだろう、これ見た目的には今のハーパー選手と見た目は一緒なのかな、それともこんなひげ生えてなかった気するんだけどな。ちなみに相手ピッチャーですね、球種がフォーシーム、チェンジアップ、ツーシーム、スライダーとなっているみたいですね。まあいきますか。ちなみにハーパー選手のそのデビュー、まあ、メジャーデビュー直前の能力になりますね。で、ちょうどまあ今ね、こう合わせて今現在フィリーズにね、移籍した年2019年の、まあ、ハーパー選手の能力も見てもらってると思うんですけど、まあでもやっぱり違うかな。うん、それなりにやっぱり能力はね、今の方が高いですけど、でもそんなにあれか、パワーとかが上がったぐらいかな。ミート力とか意外とそこまで変わってはいないかなって感じですね。まあそんな感じで今回はこのね、この能力でのハーパー選手で、しかもホームランもちょっと打たなきゃいけないっていうとこもあるんで、ホームランがちょっと苦戦しそうかなって気はしちゃうけどね。あー、詰まったけど OK。 よし、点差入れ、よしよしよし。意外と詰まってたな、思ってたよりも。
そっか、結構いいコース寄りだったか。OK。He's ready. Here's the first offering. Now a slider, and he gets ahead of him here 0-1. And it's 1-1. 球意外と速えな。トリプル A の選手だけど、全然普通に速い。ああ。いやあ、ミスショットだ、今のは完全に。やってしまった。あー結構高めこの辺だったからな。あのねライナーでのアウトが一番嫌なんですよね、個人的に。せっかく捉えたと思ったらね、正面ついたアウトみたいな、なんか本当損した気分になる。もう一本ぐらいヒット打っておきたいですよね。ピッチャーの能力がというか、変化球か、フォーシーム、カーブ、チェンジアップ、スライダー。ああ、しくったな。おっ、意外ともう一回回ってきましたね。ここはちょっと打点の、お、打点稼ぐチャンスじゃないか、これ。よし、最低限の犠牲フライ。よし、これでとりあえず2打点目でしょ。OK、OK。なので、あと4本ヒット、打点1位、そしてホームランを、残り2試合で、やっていくことになりますね。で、これが1回かここにね、戻ってこなきゃいけないっていうのがちょっとめんどくさいとこではあるんですけど、はい。じゃあ引き続きいきましょうか。さてと、ピッチャーがさ、ピッチャーがさっきのやつと一緒じゃねえかよっていう。さっきのやつなんで一緒なんだよって話なんだけどね。よし、いった。これ今のはラッキーだった。ど真ん中に入ってきてくれたから。よし、ちょっと今のリプレイ見ていいですか。いや、今のはいい、気持ちいい当たりだったんでね。ハーパーに合わせればいいのか。こうだね。よいしょ。もうこれはもう確定ホームランですもんね。打った瞬間。素晴らしい。ちょっと一旦戻して。意外とね、個人的に、この角度好きなんですよね。この辺の角度。からの、いいよっていう。いやー、いいですね。よし、これであとヒットが3本打てばいいのか。よしよしよし、これで別にパワーバッティングしなくてもいいので、だいぶ楽になったな。いや、これは決めたいな、1回で。まあ、今のはちょっとタイミング合わなかったんで、完全に振りに行かなかったですけど。できればこの試合で2本ぐらいヒット打っておきたいですよね。チェンジアップ、スライダー投げてきそうだな。あぶね、今チェンジアップでしょ。あぶ、タイミングちょっと外れそうになったけど危なかった。よし、振り遅れ。でも意外とストレート投げてきてるからな。
よし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 、オッケー。ちょっとボール気味の高めの球だったけど、うまく上から叩けたかな。よし、いやだいぶボール球だったな。ボール気味っていうよりかむしろだいぶボール球。あーどうだ、あーでもヒットになるかも。よし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 、ナイス。結果的にラッキーなヒットになりましたね。よし、これ下手したら次でいけるんじゃないか。ちょっと左ピッチャー来たからあれかもしれないけど、よし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 、オッケー、ナイス。ちょっと初球から積極的にいってみたけど、よっしゃー、1回で成功した。いやーちょっとこれホームランが一番ね出にくいかなって思ってたけど、意外とね、まあ、甘い球うまくホームランにできたのはでかかった。よかったぜ。あ、特にここでのプライズはないんですね。まあいっか。さあではではでは、しっかりとね、もうメジャーデビュー前にもうメジャーに全然もう俺はレディーだぞっていうところを見せつけたところでメジャーデビューいきますか。ここでは、これはもう本当1ゲームですね。本当にデビューしたゲームのみをプレイする感じになります。ここでは一応1エクストラベースヒットと、あとはまあストライクアウトになるなと。これは1回でも三振になってたらダメみたいなので、そこだけちょっと気をつけなきゃいけないですね。さあ行きましょうか。 With just 130 minor league games under his belt, the Nationals called the 19-year-old phenom up to the big leagues. He joined a 14-7 Nationals team looking to replace injured Ryan Zimmerman's bat in the lineup and made his debut on April 28th at Dodger Stadium.Playing left field and batting seventh. Harper was in the show. Tonight, the contest that should bring us some. Yeah, それにしてもやっぱり19歳のブライス・ハーパー選手やっぱ若いし、やっぱ体もまだまだこう細いんですよね。今はもうかなりこうなんつうのかな、もう熱いこう体というか大きい体、大きいですけどね。うわ、え、相手カーショーとかおかしくね。いや絶対カーショーから打ってないでしょこれ。よし、行きましょう。カーショーはちなみにこんな感じで、フォーシームスライダー縦カーブチェンジアップの、まあ、一応4球種なんですよね。あーそうか、ていうか31歳だもんねこの時点で。この時点で31歳おかしいからね普通考えたら。うん、まあここは変わらないね。さあ、メジャーに昇格した初の打席になりますね。いきなり相手がカーショーとかおかしいだろう。And we are underway from Dodger Stadium as the first pitch is taken here for ball one. That's by him for strike one. 今逆に当たんなくてよかったなボール。うわー、やっぱスライダーいいキレしてんなっていうか、ミートめっちゃ小さくなってるし。惜しい。あ、意外とミートはいいとこ行ってたんだな。タイミングが遅かったけど。うー、危ねえ、カットカット。基本はまあまあスライダーで決めに来ると思うんだけどね。よしよしよし、ちょっとでも反応がやっぱりまだ
遅いんだよな。あ、しかも今ボール球だったし。まあでもこうやってね合わせていってっていう。くそ、ここでカーブとかふざけんなし。そうなんだよね。あ、そっかそっか、ストライクになっちゃダメっていうのもありましたからね。結構その三振1回でも取られたらアウトっていうのは結構それもそれできついな。まあ追い込まれたらもうとりあえずミートバッティング重視ですかね。とりあえず当てることをもう重視して、まあ、三振にはならないよね、しないとですね。いやー、ちょっと気を抜いてるとあのね、緩急ある縦カーブにやられますからね。いやー、そっか、ミートバッティングでもあれぐらいなのか、ミートの大きさが。あぶね。あぶ。いや、もうなんかカットするのがもうやっとみたいになっちゃってるけど。うわー、手出ねえ、あれ。あれはなー、タイミング完全に外されたわ。お、まさかの、まあ、ヒットにはならなかったけど三振にもならなかったですからね。まあまあいいでしょう、とりあえずは。うわー、パワーバッティングで今ちょっと打ってみたんですけど、ミートがもうめちゃくちゃ小さいな。よし、ただこれはヒットなんだよね、ただのエクストラベースヒットが欲しいんだわ。シングルヒットもいいんだけど、基本的にはツーベース以上っていう感じでいいと思うんですよね、エクストラベースヒットなんで。だから基本はもう外野の頭を超えるような感じ。やっべ、今振っちゃった。お、まあ打球をね打てれば、まあ、理想的ですね。あー、まあ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 、よし、もう一打席くらいチャンスあるでしょう。今何回だ、7回か。あ、ピッチャー変わったね。と球種がフォーシーム、スライダー、カーブ、カッターか。Here comes the first pitch. And he fouls this one off. うわ、やっぱりパワーバッティングはミート相当小さいな、思ってる以上に。ちょっとまあノーマルバッティングでいきますか、ここはね。どうかな、悪くはないか。ノーマルバッティングだったらミートすれば結構チャンスあるな。うわ、やられた。Somebody has to stay back and find a way to get here. Now the 2-2 swing and he pops him up, and that's in there. Base hit.よっしゃー、これどうよ、エクストラいったんじゃね。よっしゃやったぜ。ちょっと形的にはダサい形になっちゃったけど、でもね、なんだかんだツーベースはツーベースですからね。いやー、よかった。あぶねー、なんか結構時間かかったわこれ。なんかやっぱり相手がカーショーっていうのもあって、やっぱりカーショー自体のピッチャー能力やっぱ高いですからね。
なのでハーパーのミート力がね、まあ、狭くさせられてしまっていたので余計に打ちづらかったっていう。でノーマルバッティングでもあんま打球飛まないし、パワーバッティングだとミート小さいし、でミートバッティングでいくともう全然飛ばないしみたいな、まあ、最後のやつは、まあ、試しにミートバッティングしようと思っていったら、まあ、ちょっとねこういい感じの打球というかね、まあ、弱すぎないけどサードの頭は全然超えてレフト線にねポテッと落ちるような感じのヒットで、しかもその後レフトの送球がそれてくれたのもあったんでね、最終的には二塁でセーフになってくれたという感じで、いやーよかった。まあちょっとね実際の形とはだいぶ違う形でのツーベースヒットにはなりましたけど、まあねツーベースヒットはツーベースヒットですから、はい、まあいいでしょう、結果オーライということで。ということで今回はねこの上のね、2つのシナリオをやってみました。中にはねなんかちらっと見たんだけど、そうそう11ゲームやってとかっていう結構タフなシナリオもあるんですよ。これってこれめちゃめちゃタフだろこれ。ヒット15本、まあ11ゲームないですけど11ゲームやるっていうのがそもそもしんどいし、その中で15本ヒット打て、でさらにその次だよね4本ホームラン打てっていうところが結構これきつくないかっていう。これだってね、例えば3本ホームラン打ってて残り1試合とかで打てなかったってなった時めちゃめちゃショックでしょとかね。まああとのまあエクストラベースヒットとかあと8打点取りなさいとかっていうのはまあ多分11ゲームぐらいやってればそれなりに出てくるとは思うんだよね、まあ、言ってもまあね11ゲームで7個のツーベース、まあ、長打と8打点だからまあそんなにこうね余裕はないんだけど、まあでもそこはやっていくうちに出てくるだろうって思うけど、ホームランはマジで狙わないと本当に4つも打てないので、これが多分一番この中でしんどいんじゃないかなと思ってます。あとはまあ1ゲームだけだったりとか、まあホームラン打てっていうのもあるんでね、あこれもしんどそうだな。7ゲームでヒット9個で5個の長打、2つのホームラン、しかも4つ以上、三振しちゃダメっていう、まあ、3つ三振できるっていうね、逆に言えばまあそれがどうなんだろう、多いのか少ないのかっていう。まあでも三振に関してはね、最悪もう何でもいいからとりあえずボールバットに当てるみたいな感じでミートバッティングでなんとか頑張ればそこも、まあ、回避できると思うんですけどね。でこれも1ゲームで、まあ、ホームラン打ちなさいと。まあでもそうですね、まあ、難易度は高いは高いわな、うん、はい。ということで、まあ、今回はちょっとねこのルーキーのブライス・ハーパー選手をプレイして、まあ、シナリオ2つやってみました。まあ、今後どうかな、これの続きをやるのかまた別のとこ行くかちょっと分かんないですけど、ちょっとねやっぱりしんどいやつもあるんで、まあもちろん動画外でね個人的にやっていきたいかなっていうところもあるんで、まあ動画にできそうなところで、まあ、そんなにこう長くね尺を取らずに皆さんにね動画として、お見せできるところはやりたいなというふうにはね思ってるんで、まあ、このモーメンツもね、まあ、もうしばらくはねちょっとこう定期的にやっていこうかななんて思っているので、こういったねシナリオ系の動画まだまだ見たいよという方はぜひグッドボタンもよろしくお願いしますということで、今回はこの辺で区切りにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いいたしましょう。タッカーでした。バイバイ。